ポセイドンとの戦いが終わり、平和が訪れたかと思われた地上世界だが、ついにこの時が来たか。243年間わしはこの五郎砲の大滝の前に、ここから西へ1000キロだが、そのアテナの封印も、もう今こそその封印は解ける。そして冥王ハーデス、だがアテナとアテナを守るセイントがいる限り、ハーデスたちの思い通りには決してさせん。新たなる聖戦が、死の国の戦士、非常事態が発令され、守りを固めるサンクチュアリに奇怪な現象が起こっていた。異霊地に眠るセイントたちの墓が内側から、そして第一の宮、悪霊宮を守るゴールドセイントムーの前に、ボロ布をまとった幾重にも張り巡らせた結界を越え、この十二宮の入り口まで忍び込むと、まさしく老子の恐れられていた通りの事態になったようだ。そこで止まりなさい。それ以上進むとあなたの命の保証はできません。見忘れたのか、ムー、この私の顔。何？あなたは？ムーよ、お前に命令する。12時間以内にアテナの首をここへ持ってくるのだ。いかにあなた様のご命令といえど、それだけは。バカめ、このお方に従わぬことがどれほどの罪悪かよく分かっていよう。そうだぞ、ムーよ。何？お前たち、キャンサーのデスマスク。資料ではない。俺たちは冥王ハーデス様に忠誠を誓い、新たなる命を与えられたのだ。さあ、ムー、そこをどけ。もはやお前では話にならん。アテナの首は俺た。どかぬというのなら、力ずくで従わせるのみよ。仕方があるまい。やるか。ゴールド戦記の使命は何人にも砕けぬ。君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。ラウンドワン、ファイト。なぜお前たちがゴールドクロスを誘っているのだ。デモンドー、シナリアンドーズ。冥界の宝石のように黒く光り輝くこの光は、これが世は死の国の基準。クリスタルウォール、さあ振り舞い、帝王ハーデス様に忠実なる死の国の戦士、スペクターの証を。命を使いハーデスの宝庫になり下がり、アテナのお命まで狙いに来ると、それでもかつてはアテナのセイントか。恥を知れ、黙れ。この世でぬくぬくと生を貪っているお前に、死の世界の恐怖は分かるまい。サニアンドーズ、これからですよ。やるじゃないか。くらいなさい、ロイヤルデモンドーズ。ロイヤルデモンドー、アリアンドーズ。
アニアンローズ。覚悟はできましたか。スターライトエキスティンクション。安らかに眠りなさい。ラウンド2ファイト。アニアンローズ。ロイヤルレモンドー。何アニアンドーズ。やるじゃん。そこをどけムーよ。やるじゃん。お前はあのお方に逆らうつもりか。あのお方に逆らう。私には決してできはしないな。お前たちで勝手に通ると思っているのか。いい加減にせぬか、ムーよ。この二人は私に従ってきたもの。お前のしていることは全て私への反逆になるのだ。スターライトエキスティンクション。安らかに眠りなさい。ウィナー。さあ舞い戻れ死の国へ。ゴールドセイントの名に恥じぬ戦いができたようです。その二人に剣を向けることは。わさあいい加減にそこをどけムー。この白妖球を敵から守るのがアリエスのムーの使命。たとえ殺されたとしても通すわけにはいかん。ならば望み通り殺してくれるわ。死ねムーよ。まっせいムー、どうしたんだよ一体。デスマスク、アフロディーテ。幽霊ではありません。冥王ハーデスの戦士。ハーデスのスペクター。ハーデスこそアテナを倒すべき真実の敵。ハーデスとの新たなる聖戦のためにアテナ、私たちセイント、この時代に生を受け。だからポセイドンが復活した時もゴールドセイントたちはサンクチュアリから動かなかったのか。だったらムー、俺も戦うぜ。それは無用です。今すぐ帰りなさい。え、ここはもはや君のようなブロンズセイントの来るところではありません。死、これはアテナのご意志なのです。え、嘘だ。俺たちはアテナのセイントなんだぜムー。いやかましい。お前たちはもう用済みなんだよ。さあ早く消えろブロン。消えるのはお前の方だ。やってやるぜ。来い。来い、デスマスク。本当のカニみたいにあぶく服までやってやる。早く消えろブロンズのクソガキめ。ラウンド1ファイト。なんだそのボロクロス。ムーに収束してもらえんとは哀れなやつ。そんなボロクロスでこの俺様に勝てると思っているのか。お前を倒すのにクロスなんか関係ない。手が出せないんだ。俺はものすごく頭にきてるんだ。やってやってやりまくってやるぜ。ドラゴンといいこのペガスティン。まあ、ペガスティン先生。
俺のコスモ、コスモがみなぎるペガサス純正じゃ終わりだ。よし、ラウンド2ファイト。その穴に逆戻りするのはデスマスク、お前だ。死ねえ。デスマスク、本当のカニみたいにあぶく服までやってやる。調子に乗りやがって、こうなれお前を一番の近くにあげてやる。ペガサスローリングチャージ。バカめ、敵式メルカイ派、燃えろ俺のコスモ、コスモがみなぎるペガサス純正じゃ終わりだ。よし、ウィナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。はずです。早々に立ち去らねば死を与えると。俺はもうアテナのセイントとして用済みなのか。セイヤ、安らかに眠りなさい。いいですね。待て、ムー。スターライトエクスティンクション。消えた、セイヤの体が。フッ、ムーよ、スターライトエクスティンクション、相変わらずの恐ろしさだが、私の目までごまかすことはできぬ。ペガサスをどこへ飛ばした。どことおっしゃられても、死の国以外に行くさ。フッ、まあよかろう、たかがブロンズの子供一人。デスマスクにアフロディーテよ、アテナの首を取ってまいれ。言ったはずです。この白妖球を死んでも守るのが私の使命だと。この二人を通すわけにはいかない。なんだと。このムー自らが引導を渡してくれる。貴様などに死の世界の恐怖が分かってたまるか。ラウンド1ファイト。まだ分からぬのか。その者たちに剣を向けるということは、私への反逆になるということが。これがあなたの反逆か。死を絶え続けないクリスタルウォー。デスマスク、アフロディ。死ね。絶対に許さん。許さんだぞ。どう許さんというのだ。生の欲望のために死者を救う。この野郎とは言語道断。私の手で冥界に送り返す。死ねえ。雨かける黄金の羊のごとく。
常に優雅な微笑みを絶やさなかったムーン、初めて牙を抜くのか。覚悟はできましたか。スターライトエクスティンクション。安らかに眠りなさい。ラウンド2ファイト。なかなかやります。避けるものか。自らが引導を渡してくれる。これ以上はやめろ。今ならまだあのお方に許していただけるぞ。よみがえり汚れ舞い戻れ火の国へ。バカめバカめバカめ。ウィナー、さあ舞い戻れ死の国へ。ゴールドセイントの名に恥じぬ戦いができたようです。さあお前バニーゴー。デスマスクにアフロディーテ、お前たちの肉体は完全に消滅し、死の国へ逆戻りした。ムーよ、愚かなのはむしろお前の方だぞ。その二人を消したところで。お言葉ですが、それでも引くわけにはいきません。ハーデス軍、108人のスペクター。108人のスペクターのことではない。アテナの首を取りに来たのは。なんですって。反逆者。冥王ハーデスの手先として死の国から蘇ったデスマスクとアフロディーテを倒したムー。しかしそれで戦いは終わりではなかった。アテナの首を取りに来たのはデス…なんですって。しかしこのコスモは以前出会ったことのある。お前たちまでハーデスの誘惑に負け、アテナを殺しに来たというのか。サン、カン、シュラ。その通りだ。そこを…わからん。何故ハーデスの軍門などに。どけ。どかぬなら排除するまで。ラウンド1ファイト。シュラ、一体どうしたというのだ。問答無用。覚悟。スターライトエクスティンクション。アホどもが勘は。スターライトエクスティンクション。
うまくかわしたつもりだろうが、次は髪を切るだけではすまんぞ。ムー君のスターライトエクスティンクション突出した体術に使い、クリスタルウォーダエエクスカリバディーテと戦ってなおここまで俺を手こずらせるとはない。アテナを守るのは私の使命。アテナを見下ったお前たちを押すわけにはいかぬ。覚悟はできましたか。スターライトエクスティンクション。安らかに眠りなさい、ウィナー。あなたの魂、血の涙を流して慟哭するのを感じました。ゴールドセイントの名に恥じぬ戦いができたようです。無駄な血を流させるな。もういい、シュラ。神、なぜ私たちが戦う。ゴールド戦記の使命は何人にも砕けぬ。私に残された時間は少ないのだ。ラウンド1ファイト。オーロラエクスキューション。お前までもが。オーロラエクスキューション。我が陶器に包まれて眠りにつくないクリスタルウォー。さすがに疲労しているようだ。まだやるというのか。フリージングコップ。決して諦めるものだ。砕け散ったとしても、何？ただのレボリューション。それだけ。オーロラエクスキューション。オーロラエクスキューション。フリージングコピー。何？何？クリスタルウォー。それだけ。オーロラエクスキューション。覚悟はできましたか。
ストレボリューション。ラウンド2ファイト。私のここです。タナコレボリューション。それだけ。フリージングコピー。オーロラエクスキューション。フリージングコピー。タナコレボリューション。いかにお前といえども我ら三人を全て相手にはできない。オーロラエクスキューション。あとはない。ここで勝ちを決めた。一歩も通さん。それだけ。カニ、人に魂を売ってしまったのか。私は自分のすべきことをするだけだ。アテナに歯向かうことなら、お前のすべきことだと言うの。それだけ。オーロラエクスキューション。スターダストレボリューション。ウィナー。あなたの魂、血の涙を流して慟哭するのを感じました。ゴールドセイントの名に恥じぬ戦いができたようです。もういい、カミュ。サガ。ムーほどの男、素直に毒はずもあるまい。ならば人思いに葬ってやるのがせめてもの情け。さあ、これは泣いている。サガ、サガの心が泣いている。いや、彼らの魂が血の涙を流して慟哭しているのだ。ムーよ、覚悟。サガよ、もうよい。ムーの動きは今この私が封じた。これはまるで金縛りにあった。ムーのとどめは私が刺す。お前たちは早々に分かっているな。はっ、ではいっ。待て、サガ。地球の守護者。アテナの首を取るべくサンクチュアリを進むサガたちは、スペクターと壮絶な相打ちを遂げたアルデバランの横を通り抜け、金融球を抜けて第三の球、掃除球にたどり着いた。かつての主サガが姿を消して以来、長らく無人となっていたはずの掃除球。そこでサガたちはジェミニのゴールドクロスをまとうセイントの正体に気づいたサガは、カミューとシュラを先に行かせて、神の罰を受け、とっくに死んだかと思っていた。神の罰を受けたのはお前の方ではないの。アテナを殺し、サンクチュアリを乗っ取るという、それが今までこうしてハーデスの倉庫となる。サガだ、やはりお前という男は。黙れ。その悪をこの私に植え付けたのはどこのどい。しかもお前はかつてこのサガを、アテナ、そのお前がなぜジェミニのゴールドクロスをまとい、この掃除機を守っている。一体誰の許しを得たのか。マスクを取って答えよ。もちろんアテナのお許しを得た。バカな。アテナが悪行の限りを尽くしたもん。アテナはスニオン岬の岩の上、そして
ポセイドンの回転神殿。これからはアテナのため、正義のため戦いに挑む。やはりお前という男は真の悪そのものだったのだ。バカめ、そんなまやかしがこの佐賀に通用するか。ラウンドワン、ファイト。アテナのためこの掃除機を絶対に通さぬ。お前の嘘面な忠誠心だ。この佐賀が殺してくれる。行くぞカモン。今さらお前がジェミニのセイントとしてアテナに忠誠を尽くすなどとは超千万。気が済むまで笑うがいい。バカめ、ひたすら戦いに行くのみ。ソーラ、カンナ、ソーラ、カンナ、カンナ、アナザーディメンション。ラウンド2、ファイト。決して拭うことなどできはしない。これは私が一番よく知っている。お前は生まれたオーロラ、生まれたオーロラ。お前には私は変わらず決しての。分かったぞ、今カノンがどこにいるのか。己カノン、カノン、お前がいる場所が分かったぞ。この一撃を食らえ。ああ幻影が消えた。ここからコスモを飛ばしたくらいでやられる男ではないだろうがな。あいつが、あの弟が。だがお前が本当に悪の心を捨て去り純粋に正義に目覚めたかどう。復活の瞳孔。
白陽宮にてスペクターを迎え撃つムー。しかし謎の男の力により全身が金縛りに遭い、ムーよ、今までの私に対する反逆、せめてもの情けだ。苦しまぬよう殺してくれよ。何？12球の日時計に火がついた。わしじゃ。ロアシ。どこ。243年ぶりじゃが、まさかこの我が友シオンよ、そして佐賀の乱で命を落とした教皇、その名もかつてのゴールドセイント、アリエスのシオンよ。お我が体温あるシオン、このわしと同じ261歳のはずが。驚いたかどうか。これが冥王ハーデス様のお力なのだ。幻よ。何？わしがなぜ日時計に点火させたと思う？お前たちの一番よくわかムーよ、お前はすぐさま佐賀たちを。体が動く。金縛りを老子が解いてくださった。このままわしが引き受けた。行けムーよ。はっ、では戦うつもりか。どうこ、老いぼれた今のお前。フルカシオン。お待ちください、老子。お前は死竜。老子、遅ればせながらただいま到着いたしました。この死竜、全力でお前を倒す。たかがブロンズといえど目障りだ。ラウンド1ファイト。目が不自由な上にそんな傷だらけのクロスをまとって、一体何を持ち合う。戦うのだ、正義のために。優勝春麗に見とたもの。よっぽどの前を見よいたはずだ。そんな目をしてなぜ動いたのに。なぜとか。どうし、それはこちらからお聞きしたいことです。サンクチュアリがこのような危険に背負われたのに、なぜ私たちブロンズをのけものになさるのですか。全てを逃がさば、逃がさば、逃がさば。なんの。うろたえるな小僧ども。吠えろ昇竜の子ども。御山昇竜命燃え尽きようとも。ラウンド2ファイト。うろたえるな小僧ども。逃がさば。
名ばかりのヒヨッコセイントが無駄無駄戦いはできない。ニオ鉱山の大爆風を逆流させる我が一撃を。スターダストレボリューション、うろたえるな小僧ども、うろたえるな小僧ども、スターダストレボリューション。この一撃で切れる。たかが雑魚といえども、これ以上ちょろつかれるのも目障りだ。お前から先に葬ってやるか。超えろ昇竜のごとも。ゴンザン昇竜、命燃え尽きようとも。ウィナー、その程度で竜の鱗は剥がせん。これぞ鍛錬の賜物。聞け、飛竜よ。お前たちはもはや十分に戦ってくれた。せめて、これから安らかに生きてお。しかし、私はセイントです。多くの同志が戦っているのを。わかった、シリュウ。アテナにはわしからお詫びしておこう。指定仲良く視界へ送ってくれるわ。喰らえ、とどめのスターダストレボリューションを。何？ライブラが盾になって俺と老子を守ってくれたのか。だが悲しいかな。おしおいよ、わしがなぜ243年間。なんだ、老子の体から。そうよ、なぜライブラのクロスがここに。何？瞳子の皮膚がひび割れて18歳の頃のような。いずれ来る最悪に備え、アテナよりミソペサメノスを施された。わしの心臓は10万回といえば、心臓が1日に鼓動する回数。お前死ぬよ。いつまでも何をしている。アテナにはわしからお詫びをすると言ったはず。はい。動くな小僧。もはや動けんのはお前の方だ。243年ぶりの決着をつけようぞ。ローコ、往生してもらうぞ。ラウンドワン、ファイト。せい、ローコ、さ、243年ぶりにライブラのクロス到着。さあ、行くよ。これで全ての回答が243年前と同じように。いいだろう。その方がかえってこちらも心置きなく殺せるというものだ。本当にこのシオンと対等になったのか試してやるぞ。くらえ、どうこう。わたがやったわしの力を、アナドラの方が良いぞ、シオン。ここまでやるとは。少し懲らしめてやろう。このパワーはまさに若き瞳子のもの。スターダストレボリューション、やった、スターダストレボリューション。
からは全力でな。決着がついたのシオンよ。まだこの体に馴染めんの。どうだシオン、わしのパワーを押し切れるか。まさしくこれはドーコが若い頃の絶頂の頃のパワーだ。しかしこれでは一番恐れていた事態に落ち、二人とも消滅するかのふた。そうなる前にどうあっても倒さねばならん。喰らえドーコ。バカめ、自ら消滅を望むか。ロシとシオンのコスモが。サカの覚悟。掃除球の迷宮を脱出したサガ、シュラ、カミューの3人は処女球に足を踏み入れる。サガと共に侵入してきたスペクターたちを一撃で全滅させた後、シャカはサガたちに問い、サガ、シュラ、カミュー、お前たちを監視していたスペクターの雑魚は片付けた。これでもはや心配あるまい。本心ならば言おう。アテナの首を取ることだ。そうか、お前たちほどの男、きっと心の底では私たちに言えぬ何かがあるのだろうと思っていたのだが、この釈迦の一命をかけ処女球をこれ以上血で染めることはアテナに対しておった。どこへ行く、シャカよ。死に場所さ。何？
なんと処女宮の脇にこのような広大な花園が。これが噂に聞くサラ僧侶の縁。釈迦はブッダの生まれ変わり、死ぬ時はサラ僧侶の下、そう聞いたことがある。迷わずあの世に行ったな。よかろう、間違いなく葬ってやるぞ。ラウンドワン、ファイト。よかろう、自ら死に場所と定めたサラ僧侶のもとへ間違いなく葬ってやるぞ。謝るな、ここを死に場所とするのはお前たちの方かもしれんぞ。アテナの唯一の中心であったお前が、なぜ社会この世は諸行無常、あらぬものなどこの世にはないのだ。エクスカリバー、エクスカリバー、ちょっと待って。人道を渡そうか。天狗降臨。君の死に場所だ。ラウンド2、ファイト。我が聖剣の前に散り、我が聖剣の前に散り。カーン陸道輪廻。我が聖剣の前に散り。さすが社長、どういったところか。だがこのままでは終わらん。残念だが主だよ、お前はここで終わりだ。どこにも逃がさん。私の顔を引導代わりに迷わずあの世へ行きたまえ。もう一つの無数と無数と無数は貴様だ、シャカ。我が聖剣の前に散り、人道を渡そうか。天狗降臨。これが君の死の場所だ。ウィナー、おとなしく冥界で朽ち果てよ。神により近づいたということか。心して仕掛けてこい。もはや語るまい。ラウンドワン、ファイト。この凍てつくようなコストをフリージングコピー。神釈迦、今度は私が相手だ。何私の放つこの陶器の前、いつまで自由に動くことができる。オウム剣魔コース。膝に凍傷を受けた。オーロラエクスキューション。オーロラエクスキューション。オーロラエクスキューション、フリージングコピー。
それだけか。オーロラエクスキューション。オウム剣闘オウム何ラウンド2ファイト。フリージングコブ。それだけか。フリージングコブ。オーロラエクスキューション。オーロラエクスキューション。これだけかね。ことごとく奪ってくれる。そうはいかんぞシャカ。お前の亡骸はサラ宗樹の下ではなく、このカミウのトークで氷漬けにしてやろう。さあ冥界に送り返してくれるぞ。どう、死ぬのは恐ろしいか。愚問だな。一度は滅んだ。引導を渡そうか。死なぞ。だった。カミューよ。さすがシャカ。オーロラエクスキューション。凄まじいコスモだ。オーロラエクスキューション。突き上げ。オウム。天馬。オウム。天馬。ウィナー。不浄なコスモでは私は倒せぬ。なかなか侮りがたいものよ。修羅に生きる者どもか。お前の死は無駄にはせん。ラウンドワンファイト。アナザーディメンション。アナザーディメンションを使え。まだ異次元に飛ばされるわけにはいかん。カンナ。お前たちは。オウム剣だ。お前は本当。くどい。アナザーディメンション。敵はアテナの首のみ。それ以外にはない。アカメ。不浄な土足でもうこれ以上十二中の石段を汚すことはまかりならぬ。天武放任。
ウィナー。サラソージュの花は散らぬ。神により近づいたということか。バルゴの釈迦、最大の奥義、天部法輪。この天部法輪にかかった以上、うおしまった。我々は釈迦の術中にはまってしまったのか。このままでは、私を倒すため、お前たちに残されたい。何？そうだ、かつて大いなる昔、アテナによって禁じられた。アテナエクスクラメーションだと。あれはもはやハーデスの戦士となり下がったお前たちが。そうか、社会ならば望み通り。待てサラ、アテナエクスクラメーションをやってしまったら、俺たちはもうセイントだった証を剥奪され、死して後も我々はどうあっても。それにお前たちにも分かっているはずだ、シャカは我々に勝つつもりでは。そうだな。卑怯者のそしりも甘んじて受けよう。行くぞシャカ。そのあまりに凄まじい破壊力のため、神話の時代よりアテナに禁じら、アテナエクスクラメーション。サラソージュの花が散った。荒屋敷、風よ運べ、アテナのもとへ。怒れる獅子とサソリ。荒屋敷、舞い散る花びらに血文字で書いた自制の句を残し、サラソージュの下で。それを見届けたサガたちが処女宮に戻ると、そこには駆けつけたムー、シリュウ、そして釈迦の死を悟ったアイオリアは、まさに怒れる獅子と化した。かかってこい。今度はこのアイオリアが相手だ。さすがアイオリア、眠れる獅子が。怒りに目覚めたか。アイオリア、やめなさい。ムー、なぜ邪魔をする。アイオリア、彼らは釈迦の天部法輪にかけられて、そんな者たちをあえて撃たなくてもよいのではないか。釈迦がなぜ死んだのか、そこにはもっと深い意味が隠されているような気がするのだ。ムーよ、思慮深いことは結構だ。しかし
目の前で同胞が殺されているのを。ハーデスの倉庫に成り下がったか。よみがえりし我がエクスカリバー、受けてみよ。ラウンドワン、ファイト。エクスカリバー、かかってこい。お前ならここでお前たちの息の根を止めるまでだ。やるしかないな。俺が相手になる。スタート。スラッシュ。スタート。まさに行かれるといったところだ。しかし、このままでは終わるわけにはゆかぬ。我が聖剣の前に注意、エクスカリバー。受けよ、獅子の牙を。ライトニングプラズマ。それが貴様の限界か。ラウンド2ファイト。エクスカリバー。レオの牙から逃れられるか。獅子の方法を踏みにしちゃえ。アイトニングが我が聖剣の前に注意。お前の力はそんなものか。貴重なのにはもはや戦う手を失せたのか。ウィナー。スペクターなどこの俺が粉砕してくれる。我が剣は獅子の牙、その身をもって知っただろう。今こそレオの力を見せてやる。いうことは何もない。ラウンドワンファイト。待て、アイオン。次はこのカミユが相手だ。誰が相手であろうと同じこと、この場で葬り去るのみだ。それだけ。待てか。命を奪うとは、この高みにも大きい奴らが生まれ、今はアテナの元へ突き進むのみ。ファイトニングプラスだ。オーロラエクスキューバー。ファイトニングボルトだ。それだけ。オーロラエクスキューション。オーロラエクスキューション。オーロラエクスキューション。スキアリ。受けよ、獅子の牙を。ライトニングプラズマ。それが貴様の限界か。ラウンド2ファイト。オーロラエクスキューション。フリージングコピー。お前たちはアイトニングもはや日本の戦車ではない。オーロラの勝利になり、ヤツの子供が反応。ウィナー、あの世で釈迦に詫びよ。
我が剣は獅子の牙、その身をもって知っただろう。アイオリアよ、我々に残された時間はあと4時間余り。それを阻む者はたとえ誰であろう。面白い。ならばこちらも言おう。もはやお前たちは落ちたか。邪魔をする者はどんな手段をもってしても。ラウンドワンファイト。見ろ、勝手に天下機を出てきたのか。シャガが死んだというのに一歩以上踏み出られるか。一歩以上終わりだ。見ろ、私もできることならシャカの仇を討たせてやる。何だと。だがまだこれをお前にやられるわけにはいかんのだ。終わり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 だ。下がよ。終わりだ。カンムナアナザーディメンション。終わりだ。どれ。アナザーディメンション。選べ、幸福か死か。スカーレットリードル。ラウンド2ファイト。ディストリクション。ディストリクション。終わりだ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 。進歩の衝撃、スカーレットニードル。アナザーディメンション。消えろ。ディストリクション。消えろ。ディストリクション。幸福か死か。スカーレットニードルは15発のうちに猶予を与える慈悲深いもの。ガラクシアンエクセプトーション。死なげ何だ。邪魔をするな。見ろ、何かしたのか。我々には時間がないのだ。アナザーディメンション。アナザーディメンション。アナザーディメンション。何かしたのか。はっ、赤目だらけだな。はっ、はっ、はっ。選べ、幸福か死か。スカーレットリードル。これが悪に染まった者の末路だ。見たか、これが真紅の衝撃よ。さあ、とどめだ。言ったはずだ、我らに残された時間はあと。
邪魔する者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺して通るとな。三味一体のあの構えは一度犯した禁断の技、今さら何のためらいも持たん。お前たちも全員釈迦と同じように消し去ってくれよ。こちらにもゴールドセイントが3人いるのだぞ。致し方ないでしょう。あれはアテナエクスクラメーション。バカ、そうバカなことだ。これビッグバンにも匹敵するアテナエクスクラメーションがぶつかり合い、サガリ、そんな愚かな技の掛け合いをあえて選ん望むところよ。サンクチュアリ全体が消滅、愚かな。もはや問答無用。アテナエクスクラメーション、アテナエクスクラメーション。崩れた後の衝撃にゴールドクロスのないお前は耐え、そんなことで逃げるなら初めからここへは来ない。これでもアテナのセイント。行くぞ、ドラゴン最大奥義ロザン昇竜派。サラの花びらに血文字が。これは、釈迦が私に託した句。あなたの死の意味が。そして今こそ。真の戦いの始まり。二つのアテナエクスクラメーションの激突により、もはや戦う力を失ったサガたちだったが、アテナはゴールドセイントたちに彼らの命を奪うことを、そして彼らの前でかつてサガが赤子のアテナの命を狙った。一方、ムーのスターライトエクスティンクションにより12級から遠方へ飛ばされたセイヤだったが、ただならぬ気配を感じ12級へ舞い、駆けつけたヒョウがシュンと合流して、そこで見たものは、全てが終わった後アテナの血に濡れた探検だけだった。俺たちは一体何なのだ。アテナを守るセイントでありながら、沙織さんが死ぬまで何一つできなかった。何を泣き言を言っている。誰だお前は。その声はシオン。何、こいつが全教皇でありながら。老子はどうした。名ばかりのセイントどもよ、そこをどけ。自分こそセイントでありながら敵となんて何を言う。アテナの仇。
コスモが燃えている限り、俺は命を懸けて戦う。その程度で私に勝つつもりか。ラウンドワン、ファイト。アテナは死んだ。だが本当の戦いはこれから始まろうとしているのだ。何をわけのわからないことを言っているんだ。お前のような奴は絶対に許さない。アテナの敵だ。しろ。お前を倒す。ソリタンを。この面を読んでも泣きのことはアテナの戦意とも地に落ちた。何の姿すべてこれ好き。うろたえるな小僧ども。ペガサスローリングジャック KO。 ラウンド2ファイト。サーダストレボリューション。小僧、悲しみはこの程度。小さい子に。何だと。そんなことを言われる筋合いはない。アテナを、アテナを返せ。少しは受けてやろうとは思った。そろそろいいだろう。俺は戦うぜ。全力で戦って勝ち続けてやる。これが俺の実力だ。うろたえるな小僧ども。よく聞け、お前たち。これからアテナと釈迦の死の意味を。直ちにハーデス城へ乗り込んで、ハーデスを倒せ。何？ハーデスを倒せだと？シオン、あなたは敵か味方かどっちなんだ？たとえ死しても、アテナのセイント。は、ではなぜ今まで必要にアテナの命を狙いに来たのだ。全てはこのためだ。アテナの血を受けたアテナ心臓が冥道とともに輝きを放っている。これは一体。アテナの巨大な心臓が消えた。消えたのではない。よく、あの巨大な像がこんなに小さく。それこそが大いなるアテ。お前たちのクロスが蘇る時には人間の血液を必要とするように。しかしそのことを知るのはこのシオンただ一人。ハーデスを相手に戦うには。そんな折ハーデス側の方から私たちに誘いがあったのだ。もしアテナの首を取っ。私たちはそれに乗ったふりをしてこの十二級に乗り込んできたのだ。アテナにアテナのクロスのことを伝えるために。言ったはずだぞ。本当の戦いはこれから始まるのだと。アテナも釈迦も戦いを放棄したわけではないのだ。何？死んだアテナや釈迦が？それは一体どういうことなんだ？それは
ハーデス側がくれた束の間の命、どうやらそろそろ終わりのようだ。シオン！だが、その前に。アテナの血を俺たちのクロスにつけて。お前たちもアテナの血によってよみがえるのだ。遊んだだけで修正不可能かと思われたクロスが、これは。そうだ、アテナの血によってよみがえった。私に構うな、お前。そしてアテナに。分かった、必ず。頼むぞ、若きアテナ。シオン。どうこう、できればお前とは今しばらく語り合いたかった。何、すぐまた会える。そうだな、243年も待ったのだ。また会う時まで、さらば。冥界への道。アテナを撃ったサガ、シュラ、カミウ、彼らはアテナの遺体をハーデスに献上すべくハーデス城へと向かった。そこにスペクターたちの統括者である謎の女パンドラ。さすがはかつて最強を謳われたゴールドセイント。よくぞ12時間以内に。まあ日の出までに取ってこねば、ハーデス様にいただいた束の間の命もお前たちも必死であったのであろうがな。さあ早くアテナの死に顔を見せよ。死体はどうした？パンドラ、後ろを取らせてもらった。知っているように、俺の剣はエクスカリバーだ。首と胴がつながっていたければハーデスのところまで連れて行け。ハーデス様に会って何とする？もちろん首を取る。今度は本当に我らの意。なるほど、見上げたものよ。さ、今までは全て我らを欺く偽りの行動だったという。わずかに残っていた力も急激に失われ。私は何もしていない。ただハーデス様からいただいた12時間の意味。一つだけ答えよ。アテナは死んだはずの。アテナは、アテナが神とはいえ、その体は生身の人間に過ぎぬ。死んだ人間が行くところは。まさかアテナは。伝令、これよりこの地上のハーデス城を捨て、一刻も早く冥界のハーデス様を守る体制に入るよう。サガよ、残念だが。
ここがハーデス城。先に行ったゴールドセイントたちのコスモを追って。あなたたちは。我が師カミユ。ヒョウガ。シュラ。シリュウよ。サガ。お前たちには先輩として何も残してやることができなかった。分かっている。僕たちはせめてあなたたちの魂を引き継ごう。そして忘れない。この時代に死してなお正義を守り通そうとした。ん？お前たちは？言わずと知れたアテナのセイントだ。これからはお前たちが苦しむ番だぜ。怪我をせぬように教えてやるが、このハーデス城にはハーデス様の結界が引かれている。故にここに入り込んだ敵はその結界に触れ、自己の力を大量に失ってし、お前たちセイントの中で最強と言われるそのゴールドセイントのアイオリア、見ろ、ムーですら手も足も出ず。なんだって。分かったらおとなしく去るんだな。我々は今から冥界へ赴き、アテナの印をあげてこねばならんのだ。スペクターたちが地下へ続く穴へ入っていく。待て、逃がすか。一人で深追いするな、セイラ。俺たち。待て、死ぬ気かお前たち。あなたは。このコスモは我が体温ある老師ハーデスの意志に守られているスペクター以外の生身の人間がこの穴へ落ちた。しかしそれではせい。残念だがこのまま死んだかもしれん。せいやがもしも落ちていく途中で荒屋敷エイト戦士に目覚めたとすれば、生きて冥界までたどり着くことができるかもしれん。エイト戦士。それではアテナは無論のこと、釈迦もそのエイトセンシズを発揮して死ぬことなく生きながら冥界へ行ったというのですね。そうじゃ。ハーデスは用心深い。地上が完全に自分の支配下に置かれるまでは、そんなハーデスを倒すにはアテナ自身で冥界へ乗り込んでいくしかない。アテナも釈迦も戦いを放棄したのではないと。お前たちがハーデスと戦うためには生きたまま冥界に行かねばならん。つまりエイトセンシズに目覚めればならん。お言葉ですが老師、できてもできなくても冥界へ向かったアテナにアテナのクロスをお渡しするというシオンから受けた使命も。そうだ、セイヤだってきっとエイトセンシズに目覚め。うん、俺もそう信じる。よし、コスモを最大に燃やせ。奇跡を起こせ。生きて冥界で会おう。目覚めよ、エイトセンシル。目覚めたカノン。目
冥界。そこは冥王ハーデスが支配する死の世界。エイトセンシズに目覚め、途中天栄星バルロンのスペクタールネの力により窮地に陥るものの、突如としてシュンが見せたハーデスの面影とジェミニのゴールドクロスを装着したカノン、あんたほどのセイントが味方になったなんて、こんな心強いことはないぜ。味方？私がいつお前たちの味方になったと言った？ましてや女子のように感傷的なものなど。アシタ、アンドロメダ、先ほどのお前の戦いぶりは何だ？目の前の敵を傷つけることを恐れてどうする？その敵を倒さなければ、次にはその敵カノン。そういうこの私もかつては悪に染まった身。しかしたとえ敵とはいえ、多くの者を傷つけたことが罪になるの。この世の邪悪を全て片付けてから神の裁きを受けようではないか。それまでは戦い。分かった、先へ行くぜ。かつてはポセイドンまで手玉に取った邪悪の貴様がセイントに説教とは片腹いと。確かにその通りだ。だが今の私は、これからはアテナのため、正義のため、戦い抜くのみ。ちょろついておるわ、ゴールドセイントの大ネズミ。ラウンドワン、ファイト。かつては神さえもたぶらかした男。バカめ！ジェミニのカノン、貴様の実力、バカめもらおうか。いいだろ、冥界サルケ島の人、天命星ワイバーンのラダマンです。相手にとって客がないようだな。カノンを変え、やはり体の力もないようだな。ならば本来の力を発揮できなかった。バカやアイオニアたちのようにはいかんぞ。貴様は敵対のため俺がムーたちを倒せたというのか。そうでなければ彼らがあっさりとお前ごときにやられるわけがあるまい。今こそ見せてやるぞ、真のゴールドセイントの力を。冥界三巨頭と謳われるこのラダマンの力、思い知らせてくれるわ。グレイテストコースト。このカノンの敵ではない。落ちろ、時の狭間に。ゴールデントライアングル。邪魔だ。ラウンド2ファイト。グレイテストコースト。そこへ落ちるか、俺の剣を受けるか、二つに一つだ。それは貴様も同じことだ。ラダマン、見えた、星星のクラテル様を。元老剣を受けるがいい。ラダマンティス、ハーデスの元へ案内してもらおうか。してやろう。まだ地獄への案内をな。スペクターを甘く見るなよ、カノン。僕と味わえ。よし、グレイテスト。
ストポーション。ほらほらどうした。フライテストポーション。皆さん。アナザーディメンション。ほらどうした。ウィナー。もう二度と迷わん。セイントとして戦い続けるのみ。これがゴールドセイントの力だ。なんだ今のは。先ほどルネとやらにかけた元老剣は単に幻覚を与えるだけだった。かかったやつは与えられた人間を殺さぬ限り。バカな。この俺の手で。その方が手間が省けて助かる。だが安心しろ、元老魔王剣はこれから。うわ、なんだこの気配。ラダマンティス、貴様の配下のす。お前たち。はっ。パンドラ様から大至急ラダマンティス様に来られ。アテナを慕ってセイントたちまで何人か入り込んだ。俺は。はあ、そう申し上げたのですが、すでにミーノス様、アイアコ。わかった。カノン、戦いはひとまず預けておくぞ。決着はこの次に必ず。肉体。アテナを追って冥界を進むセイヤとシュンは、死んだ恋人ユリティースのために冥界にとどまっていた。パンドラの策略でハーデスに従っていたオルフェだったが、事の真相とアテナの危機を知ってセイヤたちに協力すること。盾元の名手であるオルフェは13日に一度ハーデスに琴を。オルフェは冥界の最新地であるジュデッカへ赴き、ハーデスとパンドラ、冥界三巨頭が揃う席でいつも通り盾元を弾く最中、全てのものが眠りにつくメロディーの中、ハーデスを暗殺しようとするオルフェだった。そうはさせんぞ。なぜデストリップ・セレナーデを聞いて動けるんだ。悪いが俺は琴を聞くような風流な耳は持ち合わせておらんのだ。僕のことの知らせ、その耳に響かせてみせる。シルバーセイントか。お前が100人束になっても俺の相手ではないわ。ラウンドワン、ファイト。デストリップ・セレナーデの効力があるうちに何としてもハーデスを撃つ。聞け、そこをどいてもらうぞ。デストリップ・セレナーデ、ラダマンティス、力ずくでどかしてみろ。お前の細腕でそれができるのならな。貴様はシルバーセイントでありながら、その力はゴールドセイントさえも忍ぶと言われていたらしい。まさかこれで全力というわけでもあるまい。それが必要だ。愛するユリティース、やっぱ帰れそうにない。この命を落としてでやらねばならないことがある。グレイテストポーション。皆さん、グレイテストポーション。
これで終わりにしよう。逃しはしないぞ。ストリンガーフィード、引き裂け。今はこの一瞬。ラウンド2ファイト。バカめ、バカめ、拳を向けるとは見下げ果てた男よ。確かにハーデス、バカめ、情けない。僕はここだ。もうアテナのストリンガーのコンビにかけよう。アテナの地上の平和のため、僕はハーデスを撃つ。グレイテストフォーション。ここまで俺を手こずらせるとは。これで終わりにしよう。落とすだけよ。逃しはしないぞ。ストリンガーフィード、この一瞬。ウィナー、僕の戦慄をものともしないとは強敵だった。この戦慄をユリティースに送ろう。手こずらせたか。こんなもので俺が倒せるか。とどめだ、オルフェ。ラダマンティス、お前の相手は俺がしてやるぜ。小僧、俺がこいつと戦っている間にオルフェ、ハーデスを倒してくれ。この地上ハーデスなんかに支配されてたまるか。たかがブロンズの小僧一人、ひねり潰してやる。ラウンド1ファイト。じゃあどけ小僧。今は貴様にかまっている暇はない。そうはいくか。オルフェがハーデスを撃つまでここは絶対に通さないぜ。逃げるわけにはいかない。そうし、ちょろちょろと目の穴のやつめ、ブロンズの軍勢で身ほどを知るかどうか。うっさい。少し、少し、うっさい。まさかこいつが。ペガサス、グレイテストフォーション。
まだまだ！KO！ ウィナー！地上をお前らに支配されてたまるか！まだ実力を出し切れてないな。あの顔はなぜハーデスがアンドロメダと同じ顔をしているのか。いや、どのようなからくりがあろうとこの勝機逃すわけにはいかない。引け、オル死ね、ハーデス。なに、オルフェ、後ろにラダマンティスが！おっと、お前たち動くなよ。撃てばオルフェの体も貫くことに。ストリンガーフィーレ！何？せや、僕もろともラダマンティスを倒せ！オルフェ！ためらうな。僕はどうせ。せや、早く僕の命を無駄にするな。許せ、オルフェ。ペガサス流星剣。オルフェ、しっかりしろ。オルフェ、アテナを頼む。アテナを。オルフェ。オルフェはもうそのこと。そうさ、これからは星になって愛の歌だけを奏でるがいいさ。夏の夜空、このラダマンティス。何をしようが、お前らごときヒヨコの剣などこの俺に通用する。待ちなさい、ラダマンティス。余は戦いを好まぬ。な、何？声さえもハーデス様そのものとは。シュン、この威厳、この神聖さ。確かに、まるで人代わりをしたような。控えよ、ペガサス。アンドロメダの体はすでに世のものとなった。まさかシュンがハーデスだなんて。ガルーダ VS フェニックス。聖夜たちがジュデッカへ向かったと聞き、先を急ぐカノン、同じくアテナを追っていたシリュウ、ヒョウガと合流し、次々にスペクターたちを撃破していったが、灼熱の第五国に差し掛かった。三巨頭の貴様がまたまたお出ましとはちょうどいい。ラダマンティス、聖夜たちはどうした？ペガサスとオルフェはコキュートスの氷地獄に落とした。シュンは？アンドロメダは、いや、あのお方はハーデス様として君臨なされた。何？バカな。お前たちにいちいち説明する義理はない。シリュウ、ヒョウガ、先に行け。俺はこの男と差しで決着をつける。いいだろう、望むところだ、カノン。わかった。
頼むぞ、カノン。さあカノン、黒き谷の時の借りを返してくれるぞ。待て、ラダマンティス。自分だけで獲物を独り占めするつもりか。お前たちはミーノス、アイアコス。ほう、わざわざ三巨頭がガン首揃えてくれるとはありがたい。さあまとめてぶっ潰してくれるぞ。よかろう、教えてやるぞ、そのことの愚かさをな。今こそ見せてやるぞ、ゴールドセイントの真の力を。俺に歯向かったことを後悔させてやる。ラウンドワン、ファイト。このアイアコスがお前を葬る。三人まとめてかかってこなくて大丈夫なのか。僕と味わえ。俺一人で十分しない。ギャラクティカイリュージオン、僕と味わえ。速いスピードが自慢か。これがどうした。何を驚いているのだ。ギャラクティカイリュージオン。さすが三巨頭といったところだ。僕と味わえ。ゴールドセイントも高速の剣を持っていることを忘れるな。これがどうした。僕と味わえ。ギャラクティカイリュージオン。ギャラクティカイリュージオン。ほらどうした。ギャラクティカイリュージオン。僕と味わえ。ギャラクティカイリュージオン。うらえい。このカノンの敵ではない。落ちろ、時の狭間に。ゴールデントライアングル。邪魔だ。ラウンド2ファイト。うらえい。ギャラクティカイリュージオン。それがどうした。まだ力を隠しているようだ。あまり油断している。全力を出す前に倒してしまうぞ。思い上がるな。ギャラクティカイリュージオン。ギャラクティカイリュージオン。ギャラクティカイリュージオン。ブロンズセイントごときに野望をくじかれ、なぜクラウンの力が。私も驚いている。己の欲望のために振るう剣、正義のために振るう剣、これほどまでに違いがあるとは。ギャラクティカイリュージオン。アナザーズメンス。みんな、アテナに誓った忠誠の心、伊達ではない。これがゴールドセイントの力だ。なるほど、ラダマンティスが手こずるのもうなずける。
工程調べが終わったのなら、そろそろ本気で来た。体の自由が、これはまるで見えぬ糸に操られているように。あなたはもはや私の忠実な操り人形になったのですよ。待てミーノス、カノンは俺の敵だ。余計な真似をすんな。糸が切られた。誰ですか、邪魔をした者は。コスモがオーラとなって燃え立つ。あれはフェニックス。フェニックス一騎。手を貸そうかカノン。しかしお前は。それよりも一騎よ、思いがけないことが起こっているぞ。お前の実の弟アンドロメダ・シュンが。バカなことを。シュンは生まれた頃からずっと俺と一緒に育ったのだ。なんであいつがハーデスなものか。ほう、お前がハーデス様の兄貴だと。ならば安心しろ。ハーデス様はコキュートスのジュデッカにて。何、パンドラだと。昔幼かったシュン、謎の女がさらおうとしたことがあった。まさかパンドラとはあの時の。フェニックスとか言ったな。いくらハーデス様の兄貴とはいえ、貴様自身は単なるセイント。ならば貴様もカノンと一緒に死んでもらうぞ。そうか、分かったぞ。何を泣く。この後に及んで泣きっ面など生しな。順番を決めろ。どいつからこの俺の餌食となるのか。冥界三巨頭の力、見せてもらおうか。ハーデス様の兄貴とはいえ単なるセイント、死んでもらう。ラウンドワンファイト。よかろう、望み通り相手をしてやる。この天竜星ガルーダのアイアコスがな。よそい。それがどうした。見切っているのか。セイントに同じ技は二度も通じる。なるほど、たかがブロンズに。これほど遅すぎがいるとは思わない。やらしかいるよ。通じる技が欲しいというな。その技を持って葬ってくれよ。さあ、人思いに葬ってくれ。行け。さっきたっぷりと見せてもらう。行け。倒せば
その上を行けばいいわけだ。おさすに、俺フェニックス。おさすに、貴様の死をもって償ってもらうぞ。よせ、俺を倒すための力は。さあ、帰ろう。ウィナーこの程度の実力とはな。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。信じられん。次は二人まとめてかかってくるか。何なんだこれは一体体が消えた。フェニックスの体が。バカな、一体一気はどこへ。ハーデスとアテナ。アイアコスを倒した一騎だったが、次の瞬間パンドラの力によって謎の光に包まれ、そこで一騎が目にしたのは冥王ハーデスと化したシュンの姿だった。なるほど、この火のように熱いコスモ、とても懐かしい気がしたのはこの肉体に刻まれた記憶によるものか。シュン気安く呼ぶでない、一騎よ。お前の弟の肉体はハーデス様が現世に降臨なされる鬱。そんな馬鹿げたことを誰が認めるか。シュン、俺だ、一騎だ。目を覚ませ。己、この後に及んでまだそのような戯言を言うか。引っ込んでいろ。俺は聖夜たちと違ってフェミニストじゃない。たとえ相手が女だろうと遠慮なくぶちかます。よく聞け、フェニックスよ。お前たちセイントがいかに必死になろうと、もはや無駄なことなのだ。地上は間もなく闇となる。なんだと。グレイテストエクリプス、世の大いなる力によって太陽系に属する星々すべてを、二度と日の光を見ることのない永遠の日食が訪れる。すべての命が死に絶える。あ、グレイテストエクリプスだと。分かったらこれ以上無益な血を流すでない。せめて安らかに死を待つがよい。それが事実ならじっとしていられるか。神の意志であろうと止めるしかあるまい。この大バカ者が神に手を挙げるつもりか。パンドラ、好きにさせてやれ。この男は初めから死ぬつもりなのだ。さすがは世の肉体に選ばれた。あん、何、肉体が世の意志に逆らって動こうとしない。これはシュン、やはり死ぬ覚悟でハーデスを受け入れたのか。バカな、自分を犠牲にするとは。これではっきりしただろ。シュンは断じてハーデスの肉体として生まれたのではない。その星座の名のごとく、自らを犠牲にしてでも地上を守る。あん、兄さん、今だよ。思ったよりも甘い男よな、フェニックス。
弟を殺すことはできんか。ハーデス！もはやこの肉体は完全に世のものとなった。バンドラ、その男の体を丁重に始末いたせ。はい、では失礼いたします。誰だそこにいるのは。ハーデス、お命頂戴する。待ちなさい、シャカ。あれはシュンではありませんか。手出しはなりません。シャカ、それにアテナ。あ、ハーデス、どうかお願いします。グレイテストエクリプスをと。神話の時代から争ってきたあなたに頭を下げられるとはよかろう。シャカ、そこの槍でアテナを刺し。どうした。アテナの望みなのだぞ。喜んで刺せ。喜んで刺しましょう、ハーデス。あなたにならば。なりません、シャカ。アテナ。シャカは行儀の良い男と聞いていたね。神に槍先を向けるとは言語道断。先にお前から始末してくれる。ハーデス、あなたの目的は私のはずです。グレイテストエクリプスを止めるまで、生きと死にてる全ての命は私が守ります。なんだこれは。熱い。このコスモは感じる。私のコスモを受けて、シュンのコスモが蘇ろうとしている。目覚めなさい、シュン。あなたの肉体に救う。苦しい。もはやこの肉体にとどまることはできん。バカな。シュンの肉体がこのハーデスの魂を拒むとは。諦めなさい、ハーデス。あなたは蘇る時を間違えたのです。あとわずかで地上が暗黒と化すというのに。このまま引き下がるわけにはいかん。この上は世と同じように。アテナ。ハーデス。カドン、最後の戦い。アテナとハーデスは冥界から姿を消した。コキュートスの氷地獄から脱出して駆けつけた聖夜は、ハーデスの魂から解放されたシュンから、アテナのコスモがジュデッカの奥へ消えていったということを聞く。アテナを追った先で二人を阻んだのは巨大な壁、冥界と神の楽園エリシオンとを隔て、神以外は通り抜けることができないという嘆きの壁だった。嘆きの壁を破壊する唯一の方法は太陽の光だが、冥界の最も奥深いこの場所に太陽の光が差し込むことなどありえない。無駄と知りつつも、シャカが自らの命を投げ出して壁の破壊を試みようとしたその時、アテナのコスモを受けて蘇った
ゴールドセイントたちが駆けつけたのだった。やめろ、シャカ。お前ほどの男が犬死になどせぬ者に。同志。嘆きの壁は壊せる。我らゴールドセイントたちの力を結集すれば、太陽の光を作り出すことも不可能ではないのだ。俺たちの力で太陽の光を作り出す。老師、それは一体。ゴールドセイントの十二星座は全て太陽が通る道筋、行動に位置しておる。つまり十二のゴールドクロスには太陽の力を持つ我らゴールドセイントがコスモを最大限まで高め。この光はなぜここに。サジタリアスのゴールドクロスが。サジタリアスだけじゃない、他のゴールドクロスも。死んだゴールドセイントたちの魂が冥界へ援軍に来てくれたのか。なんだ、ゴールドクロスが共鳴しているぞ。この共鳴は他のゴールドクロス、このということは、この冥界に12のゴールドクロスが全て集結した。しかもこの共鳴の仕方はよほど事態が差し迫。カノン、残念だが行かせるわけにはいかん。そこをどけ、ラダマンティス。お前の相手をしている暇はない。ようやくお前と決着をつける時が来たようだな。待っていたぞ、カノン。ラウンド1ファイト。もはや貴様を侮りはしない。このラダマンティスに匹敵する力の持ち主として、カノン、貴様を全力で叩き潰す。油断に入ることはできない。これはもう簡単にいかないようだ。これがゴールドセイントの真の力というわけか。ラダマンティス、これで決着だとでも。メタルト、今はどうした。ジャグレイテストコーション。悟れ。
お前の敗北を。これがゴールドセイントの力だ。私の役目は終わった。今度こそ心ゆくまで相手をしてやる。貴様、クロスを脱ぎ捨てるとはな。もはや私には不要のもの。さあ行け、ジェミニのクロスよ。他のゴールドクロスの元へ飛べ。あとは頼むぞ。さあ。クロスを脱いだ裸同然の体で。勝つつもりなどない。ただ。離せ。バカな。お前ほどの男が。私の役目は終わったと言ったはずだ。最強のゴールドの12人が揃った今、全て清算して何の憂いもない。さあ、一緒にギャラクシアンエクスプロージョンを浴びてもらうぞ、ラダマンテス。やめろカノン。あの立ち上っていく光は、あれはカノン。嘆きの壁。冥界、そこは光なき嘆きの世界だが、今この暗黒の世界にカノンが託したジェミニのクロスが飛来し、ついに全てのゴールドクロスが嘆きの壁の前に集結した。そしてかつて戦いの中で散っていき、12人のゴールドセイントが全て蘇った。お前たち、死してもなおその身は消滅し、魂だけとなってもなお、あ、アイオルスが矢をつがえた。聖夜春、お前たちはここから去れ。え、ここにいるゴールドセイント全員のコスモをあのアイオロスの矢に込めて放つ。それは太陽の力を作り出し、必ずや嘆きの壁を破壊するだろう。しかしその時には、はでもロンシ、お前たちにはアテナのクロスをお渡しする使命がある。神以外は行けぬはずの。そして神話の時代から気の遠くなるほど繰り返されてきた。わかりました。俺たちは必ずエリシオンに行きます。このクロスを必ずアテナに。さらば熱き血潮の戦士たち、さらば。待て。貴様は冥界三巨頭のミーノス。お前たち嘆きの壁をどうするつもりだ。そこをどけ。誰がどくか。ここから先は一歩も通さない。
今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。バカめ、ブロンズセイントなど相手になるか。ラウンド1ファイト。ゴールドセイントたちの最後の戦い、絶対に邪魔はさせない。まさか嘆きの壁を壊そうというのか。どこまでも動けるやつだ。君を始末した後、諦めなさい。絶望する姿を見物。諦めなさい。私にかかれば君など操り人形に過ぎんのだ。諦めなさい。上手に踊ってみせろ。なんだ、体が勝手に。これがミーノスの力だっていうのか。そこまで。そこまで。スミックマリオネーション。ペガサス。ラウンド2ファイト。もらった。その程度です。おまけです。ここまでたどり着いたことだけは褒めた。だがブロンズなど私に比べれば上手だと思う。戦いはどれだけコスモを燃やせるかで決まるんだ。お前がいくら偉かったとしても関係ない。これ以上邪魔をするのに私の糸で首を引きちぎってくれよう。極限までじゃあぶれ。スミックマリオネーション。邪魔は絶対にさせない。コスモよ、極限まで高まれ。スミックマリオネーション。スミックマリオネーション。諦めなさい。コスモよ、極限の仲間で。ペガサス水星剣。これで終わりだ。ウィナー、ずっと冥界にこもってろ。コスモの極みを満たせ。行くぞ。地上の愛と正義のために、命と魂の全てを注ぎ込んで、今こそ燃えろ。この暗黒の世界に一条の光明を。この轟音は伏せろ。嘆きの壁が大きく口を開けている。おい、あそこを見ろ。ゴールドクロスだけが残って。セイヤ、あ、ヒョウガ、シリュウ、ゴールドセイントたちは行ったのか。ああ、行った。俺たち、ゴールドセイントたちが命を懸けてあげてくれたこの突破口、決して無駄にはできない。エリシオンへの道。
聖夜たちに希望を託し、クロスだけを残してゴールドセイントたちは、そして彼らの命を懸けた一撃によって嘆きの壁には大穴がうがたれ、だが穴の向こうに広がっていたのは時空がねじれた超次元、まさしく神以外通ることのできない場所だった。これは超次元。セイヤ、あの光を見て。あの光の方角がエリシオンなのか。あそこにハーデスの魂を追っていったサオリさんがいる。一か八か飛ぼう。はっ、行かせぬ。貴様らウジ虫などエリミーノス。貴様、さすが冥界三巨頭と謳われるだけのことは。セリュー、ヒョウガ、ミーノスに構わずお前も飛べ。ダメだ、二人とも飛んだら。みんなが安全圏に行くまで俺たちのどちらかが。体を張って食い止めるだと。これ以上邪魔するとあれば。死はもとより覚悟の上。行かせぬ。貴様のようなウジ虫を行かせてたまるか。ラウンドワン、ファイト。コズミックマリオネット。これ以上ハーデス様の邪魔はさせんぞ。このグリフォンのミーノスの怒りを受けよう。パソコンミーノスよ、怒りに震えているのはこちらも同じだ。どれだけ血が流れたと思っている。受けてみろその流動方法を。曲がることを知らぬ意味だ。無理やり曲げるのは大変そうだ。君はいい区別になるだろう。その程度諦めなさい。安心しろ。じっくり行くのですね。一刻も早く全員を排除せねばならんからな。その程度だ。君の具合は一瞬でねじ切ってる。ミカさん、諦めなさい。ミカさん、公式のことで。バカめ、君のような諦めなさい。このミーノスを食い止められると本気で思っているのか。ドラーキレス、ロザン、ロザン、そうはいかん。ラウンド2、ファイト。諦めなさい。スミックマリオネーション。逃がさん、逃がさん、流氷。その程度ですか。諦めなさい。せいやたちは言ったようだ。逃がさん、こちらもそろそろ決着をつけるぞ。そこまで時間稼ぎをしていたというのか。得た真似を。この男の剣は諦めなさい。ブロンズの剣だというのか。ロシア、見ていてください。あなたの教えはこの資料を魂に入れてください。セレクターなどに何でもありません。これ式のことで。さあ、君にも死への踊りを踊らせてやろう。この支流の激流を見ながら行くぞ。ボザン流氷。どの命燃え尽きようとも。ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。
これぞ鍛錬の賜物。よし、今だ。ミーノス、まだ生きていたのか。コズミックマリオネーションの糸が一本だけ。言ったはずだ、貴様らにエリシオンへなど行かせんと。死ねえ。飛ぶぞシリュー、捕まれ。何、うわバカな。ペガサスやキグナスが無事なのに。なんと、ミーノスが跡形もなく消し飛んだ。まるで俺たちもアテナの血を受けた。このクロスがなければ危ういところだった。さあ、ヒョウガ。あ、そうだな、いざ。悲しき女、パンドラ。セイヤ、シリュウ、ヒョウガ、シュン、その直後、ハーデスに撃たれ、パンドラによって始末されたはずの一人の男が、嘆きの壁の前に現う。待て、一騎。彼らの後を追えば、お前の体は消し飛ぶぞ。そのクロス、アテナの血の加護は受けていまい。確かに。だが。一騎、行かせてあげる。エリシオンへ。その代わり、仇を討って。仇を討てだと。私は目が覚めたのさ。13年前、私の家族は、ハーデス様のためにこと。地上のハーデス城は、本当は、このパンドラが生まれ育った、美しい湖と緑に囲まれた。けれどある日、私は外れの小屋で開けてしまったんだ。アテナの封印が施された。その時に解放されてしまったのが、ハーデスの側近である二人の神、死の神タナトスと。彼らは私に命じたのだ。間もなくお生まれになるハーデス様の魂を守れ。そうすれば。その言葉通り、母の体内から私の弟としてハーデス様がお生まれになった。そしてその日から私を除く城にいた命あるものすべ。なるほど。そしてお前はハーデスの肉体を得るために幼かったシュンを狙ってきたというわけか。そうさ、タナトスとヒプノスの指示を受けて。そのハーデスに忠実なはずのお前がここへ来てどういう心変わりだ。お前たちに命の厚さというものをぶつけられ、目が覚めたのさ。これまでの私は何もかも灰色に見えていた。空の色も草の色も血の色も。だがこの地獄でお、私もスペクターたちもハーデス様が君臨されたその時には、汚れた大地はユートピアと。だがそれは大いなる誤解だったのではないか。地上の命あるものは全て死滅させられるのだろう。これを受け取れ、一騎。首飾り？これをなぜ俺？それがあれば
冥界のどこへでも行ける。たとえこの超次元でも。パンドラ、真に恐るべきはタナトスとヒュプノス。彼らは神。たとえどれだけ離れていても。こんな風にね。しっかりしろパンドラ。108のスペクターが全て滅んだ今、お前を縛るものはもう。分かったよパンドラ、お前の悲しみはこの一気が引き継ごう。そして必ずハーデスの野望を粉々に打ち砕いてやる。だから安心して眠るがいい。とヒプノス、何百億という光を超え、何千億という闇を抜けて、死後神に選ばれた者だけが来ることを許されるユートピア、そこをエリシオンという。ここがエリシオン。なんという美しさだ。しかしアテナは一体どこに。困るな、そんな血生臭いなりで妊婦たちを驚く。ここは善人しか来ることのできぬエリシオン。おかげで私の可愛がっている妊婦が怯えて歌を歌わなくなってしまったではないか。お前は。我が名はタナトス。なんだその金色の髪と瞳は。お前はスペクターか。スペクターではない。神話の時代よりハーデス様の右腕として仕えてきた側近だと。なら話は早い。そのハーデスを追ってここへ来たアテナはどうした。死んだ。死んだだと。今頃は私の兄弟眠りの神フィプノスがハーデス様にその屍を捧げていることだろう。バカな。嘘を言うな。ハーデスはどこだ。バカめ、お前にいちいち答える義務などないわ。